ハロルド・ヒューイックがネットゲームザ・ワールドを作った目的については想像するしかない。だがそれは一言で言って愛した女性への愛の証ではなかっただろうか。未完のネット叙事詩黄昏の碑文を残して夭折したエマ・ウィーラントへのかなわぬ愛。ハロルドはエマの意向をもとにしたネットゲームを企画し CC 社に売り込んだのである。ザ・ワールドとはハロルドの人工知能についての英知とエマ・ウィーラントの物語を融合させたものだ。すなわちハロルドの目的はネットゲームを介して数千万人のプレイヤーの行動をサンプリングすること、そして究極の AI を生み出すことだった。ハロルドが残したブラックボックスと称される極秘の不可触フォルダ、通称ハロルドシステムの存在が知られている。ハロルドが意図したザ・ワールドとはネットゲームの形をとった人間の思考サンプリングシステムではなかっただろうか。それは極めて巧妙にゲームの中に隠蔽されていた。そして究極 AI アウラを生み出す母体になったザ・ワールドの基幹システムこそがオルガナシステムである。そしてハロルドにとってアウラがエマ・ウィーランとの間に設けた子供も同然であることは言うまでもないだろう。モルガナ事件はモルガナシステムの暴走が原因だった。究極 AI アウラが誕生すれば用済みになってしまうモルガナが自己保存の自我に目覚めアウラの誕生を阻止しようとしたことで生じた一連の事件である。モルガナはそのために創造主であるハロルドの精神さえ狂わせネットワークに封じ込めてしまったという。そして八つのまがまがしき波発想の碑文を因子としてモルガナ発想の姿を取り、まだ未成熟なアウラに腕輪を託されたカイトの前に立ちはだかったのだ。そして世界はゆっくりと崩壊していく。ネットスラムでの第3層メイガス撃破後、ルートタウンに戻ったカイトを待っていたのは崩壊したザ・ワールドの姿だった。サーバートラブルが多発しウイルスによるゲームデータ侵食が起こり、ザ・ワールドは機能不全に陥り始める。そして異変は現実世界にも拡大侵食していった。腕輪の力を行使するごとに悪化していくザ・ワールドの現実を前にカイトは苦悩したようだ。しかし弟もまた意識不明者であることを告白した少女ブラックローズの励ましを受けてオルカの盟友バルムンクとも和解し決意を新たにした。私の弟はね、ここで意識不明になったの。隠すつもりはなかったんだけど、なんだか言いそびれちゃって。あんたに初めて会った時、無理やりここに連れてきたよね。うん。ここで何が起こったのか、自分の目で確かめたかった。でも、一人じゃ怖くて来れなかったから。今もそれは一緒。怖くて、怖くて仕方ない。でもね、あんたがいたから今までやってこれたんだよ。なのに、あんたまであんなこと言い出したら、私どうすればいい？お姉ちゃんは我慢しなきゃダメ。お姉ちゃんはいつも元気でなきゃダメ。私だって。私だってね。ブラックローズ、泣かないでよ。
バカね、誰が泣いてるって。見えもしないくせに勝手な想像で言わないでくれる。またそうやって、てんてんてんじゃないっちゅうの。ごめん、謝るよ。オルカのことも異変のことも一人で背負った気になってた。みんなどうにかしたいんだよね、僕だけじゃない。こんなことはみんな早く終わりにしたいんだよね。うん。今自分たちにできることは何か、とにかくいいと思えることをやっていこう。そうすることでしか前に進めないから。うん、また一緒に頑張ろう、きっとうまくいく。私の勘は当たるんだから。じゃあ私弟見てくるね。病院？うん、ありがとね。こっちこそありがとう。それより、なぜ俺を助けた？必死に戦うお前たちを批判し、卑劣な手段に手を染めたこの俺を。なぜって、そんなの当たり前じゃないか。当たり前か。俺は、お前のその腕輪の力を憎むあまり、自分を見失っていたようだな。力そのものに善悪はなく、あるのは悪しき心のみ。身勝手なのは俺だったのかもしれん。強い力、使う人の気持ち一つで救い滅び、どちらにでもなる。それは女の子アウラはそう言って腕輪をくれたんだ。なるほど、その腕輪はお前にこそふさわしい。これまでの無礼を詫びる、すまなかった。バルムンク、俺はこの世界を取り戻したい。そしてお前と同じようにオルカを助けたいと思っている。だが俺一人の力ではどうにもなりそうにない。力を貸してくれないか。虫のいい話だな、笑ってくれていい。僕からもお願いがあるんだけど、聞いてくれる？僕はオルカを助けたい。それに壊れてないザ・ワールドで遊びたいと思ってる。だけど僕一人じゃどうにもなんないんだ。手伝ってくれる？お前、もちろんだ。黄昏の碑文に記されたマガマガ式波について調べていたワイズマンはカイトに、ウイルス汚染の拡大を防ぐには八層の残り5体、さらには首矢の駆逐が必要だと訴えた。ワイズマンのこの判断はプロジェクト GU にとって非常に興味深いものだ。すなわち腕輪と首矢、アウラとモルガナ、八層の相関関係、それらを暗示する黄昏の碑文の内容を真に理解していなければその結論には到達しえないからである。ワイズマンのこの言葉は自由に先んずるものであった。今度はお面か。プログラムを走らせるわ。こちらからの通信モニターは不能になる。ノイズが走ったら戦闘開始の合図よ。頑張ってね。了解。
ワイズマン、ヘルバの支援を受けて、カイトは第4層、フィドヘルを撃破。2つ目のアウラのセグメントを手に入れた。一方、ウイルス汚染拡大を懸念するリョースは、ザ・ワールドサーバーの破壊を意識し始める。声に導かれ、ダンジョンの底でアウラと再会したカイト。だがその前に、三度クビアが出現した。破損データ。腕輪に呼応するように巨大に成長していくクビア。世界のバランスを担わされたカイトの心中はいかばかりだったろうか。あるいは私と似たような心境であったのかもしれない。プロジェクト GU という巨大な力を任された私は、このカイトのように世界を正しい方向へと導く勇者足りえるのだろうか。辛くもクビアを撃退したカイトは、ハッカーヘルバとシステム管理者リョースの和解に成功する。この戦いにおいて、我々システム側にとっては憎むべきハッカーとの共闘があったと知ったとき、私は驚きを隠せなかった。またしても、黄昏の碑文にあった通り、光の王と闇の女王の共同戦線が張られたのだ。そしてモルガナ事件を通じて、プロジェクト GU にとって最も重要なファクターの一つが確認されている。すなわち6人の意識不明者の一人、ソラの解放である。ありがとう。スケイスの杖に。ソラのプレイヤーの精神は発想の一つ、スケイスと癒着し、ネットワーク内に囚われていたのだった。この人間の精神と発想の碑文の神話性こそ、我々 GU が手掛けている研究そのもの。ソラは貴重かつ無二のサンプルケースであった。政府の圧力、CC 社の隠蔽工作、リアルへの被害が拡大する中、カイトたちは、禍々しき波、モルガナ発想の侵食を食い止めるために、オペレーションテトラポッドを開始する。シグマサーバ、断章する。謀略の双子エリアを隔離する。以後、通信不能。了解！
第5層ゴレを撃破したカイトのもとにヘルバから通信が入る。ついに移動するマガマガ式波の本体が発見された。すなわち自我に目覚めたモルガナであった。罪深い世界、ハロルド・ヒューイックの愛と夢の壊れた世界。